穴塞がらないと思います。あのね、つけてるのはつけてるけど外に出るときにつけてないっていう。あ、塞がったら塞がったでどんまいでダメかそうなんですよね。そうだから、そうコラボ配信、コラボ配信じゃないか、一緒に配信した時に、そう次は何が欲しいかみたいな言ってたじゃん、ピアスって言ったの、それが理由でしたそうなんか別に、なんかうん、いつでもつけられて、プラスでなんか重い、なんていうの、こういう理由があってって、なんかそうあるじゃないですか。だからお揃いって、そうそうなんです。だからそうゆうりさんとお揃いのピアスをもし買ったら一生つけてると、なんかあ、これ今日のこのファッション、このピアス合いそうっていうのがない限りは絶対、まあ、とりあえずこれつけようってなると思う。今とりあえずこれつけようっていうものがなくて、しかもなんか今日これつけたいって思うピアスもあまりないから、そうだからお揃いとか、そうもうでね、買ったらね、そう多分ずっとつけてると、毎日ほぼ一緒に買いに行く、うん、うん、買いに行く予定はないですけど、あ、ごめんね、ごめんね、コブちゃん、予定はないですね。今日ね、本当はね、今日ね、本当は2通送ったんですよ。そう。でもなんか多分ね、止められたんだなと思って。ツルトンタン帰りに買いに行ってほしい。ああ、確かに。そう。なんかね、755でスタンプ押したじゃないですか。その押した。直後ぐらいにそうメール書いて送ったんですけど、そう、かわいい、なんか見てた今、何見たの、書いたの、かわいいね。そう、そうまあざっくり言ったら、まあゆうりさんの話を書いた。なんかそうね、まあ今はもう治ったっていうかもう平気なんですけど、うんそれ存在いけないだろうなーって年内にもう書いたし、なんだろう、あとなんか、あ、そうそうね、定着しない話をずらずら書いてたんですよ。あ、なに？別に、ね、メールで送られなくても配信で話しちゃうけど。ココア可愛いって。ココちゃん、ここは可愛いって言われてるよ。ネックレスはね、ファンの方にいただきました。ナナさんのドラマ見てない、もう始まったんですか。何がダメだったんだろうね。だってあーでも全体的にあれじゃない、全体的にあれなんじゃない、全体的に普通にさ、なんかプラスの話ではなかったから、なんか難しいなーみたいな、そうなんかね、そう私たちって定着しないよねーみたいな話してたじゃないですか。そうでもそれをさずっと感じてたから、私は結構前から、そう
すごい仲良くなるとか、ちょっと前から普通にね、うん、話してたりしてたから、そうそう、だからね、あ、定着してないなと思ってて、まあツイッターに載せてたんですけど、まあツイッター、そう、ビジネス的に見える部分もあるのかもねみたいな話してたから、あ、じゃあこのコラボ配信、このさ、一緒に配信してるのも、じゃあビジネスじゃんってなって、そうだって、そう、これもビジネスに見えるんだと思って、そう、そう、ツイッターがビジネスに見えたりもする場合もあるみたいに言ったら、あ、ショールームも同じじゃんと思って、そうそうなんですよ。で、ツイッターもツイッターでさ、なんかお仕事で会って写真撮ったから載せましたよってみたいな感じじゃないですか。お仕事であっても写真撮る撮らないはあるんですけど、もう毎回撮っ、わざわざって毎回撮ってツイートしてるのはそうなんですけど、いじってる、いや多分普通にいじってるとかじゃなくて普通の分析だと思います、あれは。そうだから、あ、じゃあこれもなんかねって思ったら、そう、あ、じゃあ全部ダメなんだと思って、この前ね、そう、ツルトンタン行けるってなった時が一回あって、そう、うん、そうなんですよ。でもね、いろいろあってね、行けなくなっちゃってね、もうそれもね、運がないとかもあるけど、多分私のね、だから、うん、そう、まあその時のメールに書いた内容は、あの神様の意地悪っていつも言ってたけど、神様が2人は仲良くならない方がいいよって、もしかして言ってるのかもねえわらーみたいな感じで書いたんですよ。ちょっと止められました。別に私的には全然ね、まあ良かったんですけど、うん、だから鶴さんたも年内に行けないだろうなで終わりましたって書いて、うんうんうん、そういう感じでしたね。そう、なんかさ、ツイッターもツイッターでさ、なんかプライベートで一緒に遊んでみたいな、プライベートじゃなくても空き時間でご飯行ってとかさ、なんかあるじゃん。で、その時の写真を載せるとかの方がまださ、あ、プライベートで会う仲なんだとかさ、あるじゃん。でも私の前もさ、もう全部公園とかだもんね。公園とかさ、そう、だからお揃いとかもさね、まあしてるから、まあそれはもうビジネスではないだろうけど、ビジネスではないんですけどね、普通に。だからね、そう、やっぱり一緒にご飯行ってその写真載せ出たらいいなって思いましたね。まあ、いろんなツイートを見ててもそう思ったってことですよ。ビジネスって言われるわけじゃないですよ。違うよ。ビジネスって言われたわけじゃないし、誰かに思われてたってわけじゃないです。全然。そう。でもなんかなかなか、そう、なんか周りに伝わらないのは、っていう。もう考えてたんですよ、私は。今日もね、一瞬会ったんですよ。喋りはしなかったけど、そう、今日も会いました。来年じゃなかった。また来年って昨日言ったけど、来年、昨日？おととい？昨日だっけ？昨日か、言ったけど、今日も会いましたね。うん、ね、でも喋る時間はなかったんですけど、そう、いたから後ろから近づいてって、
笑って離れた笑ってどっか行きました。離れました。これはまたねんなね、会うと思います。そうでもね、そうなんだよね。その後もね、あと1回ぐらい会えるかなと思ってたけど会えなかったし、ちょっと話そう会えたらと思ったけど会えなかった。うん、すごい後ろからハグしな、ああしましたしましたそう、普通に普通に後ろ向いてバッてやってわーって やるびっくりして、そうびっくりされてへーって言ってそこを離れましたそうそうそう、なんですよ。まあね、そう誰か他のメンバーと喋ってたから、ゆりさんもね、だからそうなんかその場を離れましたすぐお掃除、あ、会えないんじゃん、お掃除。お掃除はね、お掃除あるのかな、あったとしてもでも多分後輩のメンバーだったから、そうがやるものだと思うので、多分13期さんいないですね、わかんないけど。写真そんな写真いつも構えてるわけじゃないから、そうですね めっちゃ足が冷えてる、やばい、早くお風呂入りたい。明日朝早いんですよね、私。スナズの前説楽しみだって。ありがとうございます。なんかすいませんって感じ。前座で前説で前座ですいません皆さんって感じで。ねえ。そうでもね、明日のレッスンのね練習もしないとやばいので。今からお風呂入ってちょっと練習して寝て朝早く起きてみたいな、考えるだけで疲れてきちゃったもんでも珍しい、いいね大丈夫やめて、かかちゃんかわいいねよし、じゃあ終わります。15分経ったので、13位プアーさん、12位、あ、13位エイニャーさん、11位ヨナピーさん、10位ユーミリン、間違えた、11位ユーミリン、10位プアーさん、9位きなこ、8位赤穴のスルティさん、7位うちゃん、6位ガキッチュさん、5位千葉メガーさん、4位あやし Z2271 さん、3位しんさん、2位にこしたさん、1位さとまささんです。ありがとうございます。ギフト読みます。さとまささん、くまあやし Z2271 さん、おのぴーさん、ちばめがさん、あえ、しんさん、にこしたさん、くまー、出まかせプリンスさん、中心さん、コウタさん、ドラゴン Z、太陽のアットさん、翼欲しいさん、西東京太郎さんでした。ありがとうございましたココアちゃんがね
ということで、また明日。明日は何時だろう。明日は、明日はね、15時とかに配信しちゃうかもしれない。もしかしたら空き時間に。はい、ということで、またねー。バイバイ、おやすみなさーい。